塩博は日本テレビが毎年夏に開催していたイベント。会場は東京塩止めの日テレプラザ2010年から2014年まで開催された。本校では冬季開催イベント冬の塩博についても述べる。塩博2011の様子2004年から開催されていた5塩止めジャンボリーをリニューアルし2010年から塩止め塩サイトの夏。 イベントと一体か、イベント名を、塩止め博覧会に改題2011年からは、イベント名を、前タイトルの、塩止め博覧会を略して、塩博に統一。2009年までについては、号塩止めジャンボリーを、参照本イベントでは、テレビもりもり、てんこもり、をキャッチフレーズにしてきた。前身の、号塩止めジャンボリーから同様に、イベントでは、 世界の果てまで、一ってダウンタウンのガキの使いやらへんで、をはじめとする日テレの人気番組の、ブースグッズ販売店、飲食店、ステージライブなどが開かれる。入場料は無料だが、一部のアトラクションは有料。本イベントからは、リニューアルに伴い、一部のパビリオンが有料となった。なお、開催期間中、毎年8月に放送される、24時間テレビ。 愛は地球を救うの関係上、24時間テレビ、特設ブースや専用募金箱が設置される。また、2011年度から、イベントの収益の一部は24時間テレビに寄付され、震災支援などに使用される。2011年は、東日本大震災からの復興をはじめとして、日本を元気にするため、頑張れ日本、元気計画、がキャッチフレーズに加わった。 規模も若干拡大され、公共地下歩道にもアトラクション等が設置された。また、会場内各所で、節電のため様々な工夫が行われた。なお、収益の一部は24時間テレビチャリティ事務局に寄付されている。塩博としての開催は2014年をもって、発展的終了し、2015年からは、新たな後継イベント、超、塩止めパラダイス、として、 事実上リニューアルして開催される。会期は24時間テレビ放送当日の日曜日までに設定されている。B2 回ゼロスタ広場、編集通年展示2010年、潮白2011の様子2011年2012年2013年2014年、B1 回大階段、編集1回ゼロスタ、大屋根広場、クリスタルホール、編集、クリスタルホールは収録スタジオ。 テレビ場となって、以降通常入場できなかったが、2010年より、塩止めアックスとなって、ライブなどが行われるようになった。2010年2011年2012年2回マイスターマイスター広場、編集、日テレオード系2回日テレホールホワイエ、ロビー、編集パッツンステージ、編集2010年パッツンステージ2011年、塩止めアックス、 編集例外を除き有料2010年2011年他本イベントではスタンプラリーを開催しており、イベント期間中、会場となる日テレプラザ内各所にスタンプが設置される。会場内のすべてのスタンプを集めると特典がある、ものもある。以下は主な例。冬の塩白は日本テレビ主催で毎年12月に汐止め日テレプラザで開催していた当期イベント。 塩博の冬版という位置づけである。こちらも2010年から2014年まで開催された、主に開催されたイベントに以下のものがある。日テレプラザ、編集大屋根広場ゼロスタ広場テレビ場冬の塩博に関するカテゴリー、ありがとうございます。